はい、それでは皆さんこんばんは。はい、今日ですね、進行の方を、務めさせていただきます、ダンスソフトボールの保護者会長を務めてます大江です。よろしくお願いいたします。はい、今日はお忙しい中、こうやって皆さんたくさんお集めいただきました、ありがとうございます。ご案内してましたが、看板に書いてありますように、北信越大会で見事アビック優勝されたのは祝勝会を兼ねて、それから、先になる、来月ですね、いよいよ始まりますインターハイの総合会ということで、山崎総監督からですね、ぜひ初めてですが男子女子合同で総合会をやっていただきたいということで、女子総合の保護者会長の皆さんに相談しながら、準備を進めてまいりました。よろしくお願いいたします。で、さらに、はい、インターハイですね、向けてさらなる勢いをつけたい、そういう思いからですね、慶心高校学校の沖原校長先生にぜひお願いしたということで、ご依頼したところ喜んでご参加いただきまして誠にありがとうございます。そういった中で盛大に、開催できますこと、本当に嬉しく思っています。はい、ではそれでは、早速ではありますが、ただいまより男子ソフトボール、女子ソフトボールの合同の、総合会ということで開会させていただきたいと思います。開会にあたりまして、開会の後といたしまして沖原校長先生よりご挨拶を頂戴いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。拍手でよろしくお願いします。はい、それでは皆様、こんばんは。今入ってくるときには、これだけたくさんいたんだなっていうことをね、改めて圧倒されました。あまりね、こういうふうにみんなと集まる機会っていうのは、コロナが始まってから、あまりないのでね、男子女子ソフトボール部員がこれだけ増えたなということを改めて今感じた次第ですね。今日も来るときにちょうどね、堺神社のパーキングに止めて、来る前に、神社の前に、お参りしてきました。団長、日本一になれるように。この境の宮さんというのは3つの神様がお祭りしてあります。一人は徳川家康、一人は松平春秋、一人は諭吉中納言家康、いずれも徳川家ということですよね。徳川家康はもう天下を取った大将軍ですからね。そういう面では非常に御利益があるんじゃないかなというふうに思ってますし、昨日はキングダムをね、やってました。このキングダムについては皆さん知ってる人知らない人いると思うんですけど、キングダムを見てね、ちょっと涙しながら、非常に感動したっていう感じでした。で、その中の、当然物語っていうのは、主人公、中華を初めて統一した秦の始皇帝ですね、始皇帝。そういう名前はちょっと聞いたことがある。中華、戦国時代を統一した初めての王様なんですね。その王様の最初からのストーリーを漫画チック、あるいはドラマでっていうふうに、昨日は AI でしたけどね、やってました。その後も主人公のその秦というね、始皇帝を支える部下みたいな人間ですね、メインの主人公の一人といってもおかしくない。その人間が言った言葉というのは、夢があって何が悪いということですよね。夢があるから前に進めるんだ、夢があるから立ち上がれるんだ、夢があるから強くなれるんだということ。この言葉にすごく心を打たれましたね。改めてうちの学校は夢、希望、目標、これに向かって挑戦する人間に来てほしいんだという。そして夢、希望、目標を大きければ大きいほど自分が大きく成長するという思い、そういう中において男女のソフトボールの準備前の北信越学会が優勝したことです。本当におめでとうございます。と同時にこれは誰も満足してない結果だと思う。その先の大きな夢、日本一に向かって今ずっと留学以来言葉にしながら、そして指導者、それぞれの監督コーチの指導を仰ぎながら、それも君ではなくて自分からやるんだという
強い気持ちを持ちながら今日ここまで歩んできたと思います。でここから先は大きな戦いです。その戦いに向かって一番の心がけが何が必要かというのを今皆さんに伝授します。誰でもいいので、相手誰でもいいです。保護者の方々もご協力してください。誰でもいいので指をさせてください。そして指をさすのはどちらかというとマイナス感情ですよね。ちょっと嫌とした時という気持ちを持って、はっと相手に、相手にその人に向かって何か嫌な気持ちがあるわけではないので、気持ちとして誰かを指さして、はっとちょっと指さしてみてください。どうぞ誰か指をガッとさせてください。グッとガッと指さしてください。はい、 OK です、 OK です。はい、保護者の方々も指さしてください。通常指を指す、たどり怒りの感情が生まれた時っていうのは、お前だろっていう、大体、親指を指を上上げる人もいるけど、大体指を指すから、お前だろっていう、お前だろ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 って指さる。人差し指は相手を見ます。しかし、小指、薬指、中指は、どっちを向いてるか、どっちを向いてます。自分だよ、自分を向いてます。一本は上げに出るけども、残り三本は自分を向いている。つまりこれから日本一に向かってはさまざまな困難が待ち受けると思います。もちろん相手がミスをする、つまり自分のチームメイトの中でミスをした、いろんなことがうまくいかないことが起こってきます。さあそうしたときにどうするのか、何やあいつと思うのか、いやここから自分はどうできるのか、何が自分ができるのか、ここが原理原則です。なるほど、これは勝負の世界だけじゃなくて、みんなが生きていく中で一番必要なこと、人のせいにしない、自分はその中で何ができるのかということを常に考えて行動することが未来を切り開く、そして勝利を引き寄せる大原則である。ただしこれをやれば勝てるわけではない、ただしただこれをやらなければ勝てないということ、ここは分かってください。何事です、勝負においても人生においても、これは保護者の方々にも言えると思います。お前が悪い、子供が悪い、あの子が悪い、子供が悪い、そんな指を指した、残り3つの指は常に自分を指しているということ。そう、自分が何ができるのか、指を指して非難をしてマイナス感情を持って、何が変わるのか、何が好転するのか、全てがうまくいくのかということです。この中で自分が何ができるのかということを考えて行動する。ここにはメンバーに入らなかった人もいるでしょう。だとしたら自分はそのチームの勝利に向かって何ができるのか。1年生、自分はチームメイトではない、選手ではない、そう思ってメンバーと違う気持ちにある。いやいや、メンバーと一緒の気持ちで一緒に天下の一本一に連れてってくれる、そのメンバーに向かって俺も私も一緒になって戦っているという気持ちを一つにする、一丸となる、常にこの指をどこに向けるのかということを心得て、これから先の困難な戦い、困難な戦いを一丸となって楽しみながら、そして乗り越え、見事アベックで日本一という夢と希望、目標を達成してもらいたいというふうに思います。学校としても、私自身としても、全力で皆さんと戦いを応援したいというふうに思います。最後になりましたけども、本当に監督としての皆さん、ここまで生徒に導いてもらってありがとうございました。
ここからが皆さんの持ち味、そして被害のやりがいを発揮する場所だと思います。さらには保護者の皆様が平身高校を信頼し、監督コーチを信頼し、お子さんをこの学校、この部活部に入学の志を立てていただいて、そして常に応援をしていただいていることを改めて感謝を申し上げて挨拶をさせていただきたいと思います。ぜひ日本一を、日本一を、日本一になって、もう一度この会を開いていきます。終わります。続きまして、早速でありますが、会員の方を出していただきたいと思います。乾杯のご発声につきましては村上監督にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。乾杯につきましては皆さん、テーブルに、ウーロン茶を入れていただきたいと思いますが、そのウーロン茶で、まずですね、このような素晴らしい会を開催、企画していただき、大家さん、松原さん、男子ソフトボール部の保護者の方、女子ソフトボール部の保護者の方には本当に感謝しております。ですね、手短に話したいんですけども、校長先生おっしゃったように、コロナ禍で、なかなかこういう集まる機会が設けられておりませんでしたが、校長先生もいらっしゃいますので、今日はね、ちょっとフランクに、今日一日をいい日にするために、積極的にコミュニケーションで、取る会にしてほしいなというふうに思っています。はい、長くなるのも、あれなので、乾杯の発声をさせていただきたいと思います。それでは、乾杯！乾杯！乾杯！それでは、しばらくご観察いただければなと思います。飲み物につきましては、皆さん、お二人ずつ好きなドリンクを飲めるということで、あとはコース料理になってますので、よろしくお願いいたします。あとで、後ほど、外食の仲間になりましたけど、動画等を用意していますので、また視聴していただくことも、よろしくお願いします。はい、何種類に全員ステージ上がってください。
神様、うちのカメラさんがすみません。バランスをもうちょっと微妙かな。まずはじめに、このような素晴らしい祝勝会と壮行会を開いてくださり、ありがとうございます。オキシエンス大会では、男子は6連覇、女子は初優勝ということで、初めてアベック優勝を北信越ですることができました。しかしこれはインターハイに向けての通過点です、8月に行われる選抜大会では目標としていた日本一をめがけて日々練習に励んできました。選抜大会では本名相模原に負けてとても悔しい思いをしてきました。それをお金に今まで頑張ってきました。またこれまで支えてくださった監督、西村先生、関係者の方々、トレーナーの方々のためにも恩返しの込めて日本一を取れるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。はい、そのままで、ここではちょっと保護者から記念品としてタオルをちょっと贈呈したいと思いますので、松村会長ちょっとお願いいたします。はい、それでは、日本一目指して頑張ってください。こちらタオルなんですが、J-BOX さんからタオルと同じデザインのオーダーマークの、プレゼントとして寄贈いただきました。で今ちょっと開こうと思うので、男子ソフトボールはこのデザインのタオルを作りまして、今申し上げた J-BOX さんがぜひ日本一目指してほしいという願いを込めていただいてプレゼントいただきましたので、これを持って高知県の方に乗り込んでいこうと思っています。はい、では拍手お願いします。はい、では席の方をお戻りください。はい、じゃあ続きまして女子ソフト部の皆さん、ステージの方に上がってください。キャプテンについてはまた一言よろしくお願いします。
はい、キャプテンお願いします。本日はこの中に開いていただきありがとうございます。女子はインターハイまであと18日となりました。選抜大会では厚木商業、インターハイでは1回戦から高梨市と当たります。選抜の2勝校と1回戦から試合できることは私たちはとても楽しみです。見ている方に笑顔と楽しさを伝えられるようにプレーしていきます。その中でも勝って優勝して応援してくださる方に感謝の気持ちを伝えられるように頑張っています。保護者の方へいつも応援ありがとうございます。落ち込んでる時や悔しくて泣いてる時など自分の子供とか関係なく声をかけてくださりいつも伝えになっています。ありがとうございます。あと少しサポートよろしくお願いします。絶対日本一になって男子にバトンをつなげられるように頑張ってきます。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。女子の方も記念品を松村会長に贈呈したいと思います。はい、女子もですね、保護者全力でサポートしてまた全力で応援するので、日本一目指して頑張ってください。同じように女子の方も女子のタオルのデザインで、J バックさんから贈呈いただきましたのでご披露させていただきます。女子のこれを持って、高知県の方を乗り込んで日本一目指していただきたいと思います。拍手をお願いします。はい、次からお戻りください。はい、ここで、大学の方の挨拶いたしまして山崎総監督から、挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。
頭の中ではなんてことを一発目から聞く人やろというような、ことで校長先生のことをおかんと、眺めるばかり、山崎がそこにいまして、校長先生がそこでおっしゃってくださったのが、目標には終わりが来ます。僕たちは今日本一という目標を掲げて日々歩んでますが、今回の、高知インターハイにも、終わりが来ます。だけど目的には終わりが来ないんですっていうようなことを校長先生は教えてくださいました。まあその時にはですね、僕は、パッとしないような、イメージしかできなかったんですけども、そこから負けを重ね、悔しさを重ね、自分の不甲斐なさを重ね、さらに勝ちたいという思いを勉強へ、自分への励みへとこう変えていく中で、少しずつその意味が見えてきました。目的には終わりが来るけど、目標には終わりが来るけど、目的には終わりは来ない。まさに今、今日もこの日ももうすぐ終わりが来ようとしています。この壮行会に、壮行式に対する目標は大いに果たされて、そして明日は明日の目標があり、その日がその日で終わっていき、だけど最終的にはいい父親になってほしいし、いい母親になってほしいし、さらに先日全員男女ともに課した祝会の中にあったように、あの末期がんの女性、死ぬ間際に幸せでしたっていうふうに、死んでいかれた一節が、あの動画にもあったと思いますけど、まあ死ぬ間際っていうと少し大げさですが、ぜひ慶心高校来て幸せでしたっていうふうに言ってもらえるような、そんな熱いサポートを僕の中でその日その日の目標としながら全力でやっていきたいなっていうふうに思ってます。まだ日本一取ったわけじゃないですよ。日本一取ったからの同等な喜びを、味わさせていただきました。このひとときを作っていただきました保護者の方々、本当にありがとうございます。選手とともに最後までやりきっていきたいと思います。いつもこういうふうに泣いちゃうんですけど、2018年の10月19日に、この場でインターハイ初優勝祝賀会を開催していただきました。その時には当時の小学校の指導者様、保護者様、学校職員全員全てこの会場、この場、このステージでお祝いをしていただきました。またあのような会がこの場でできるよう、みんなで胸張って高知県に行けるよう、今を本気でやっていきましょう。本日は本当にありがとうございました。山崎総監督、ありがとうございました。最後に、この会を、締めていく、頑張れ三章で締めたいと思います。頑張れ三章の発声につきましては、西村顧問の方に、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆さん、ご起立お願いします。
どうも皆さん、今日はこのような盛大な会を催していただきありがとうございます。僭越ながら申し訳ございませんので、やらせていただきますが、選手だけでなくスタッフだけでなく保護者の皆様、全員の一丸となって、情熱ですね、パッションを持ってやっていかなければいけないと思いますので、どうか、この頑張ろう3勝も、パッションを持って情熱的にやらせたいものをやっていきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それでは、男子女子、インターハイ、優勝アベック優勝を受けて頑張ろう、頑張る選手ありがとうございました。はい、それでは本日の、そこから、以上で終わりにしたいと思います。大勢の方が、ね、参加いただきましてありがとうございます。日本一に目指して頑張っていきましょう。以上で終わります。よろしくお願いします。